続いてペンネーム子猫さんからいただきました。ありがとうございます。仕事のストレスから逃げずに夜中にお菓子を食べ続け抗い続けていたら体重と肌荒れが手に入りました。夜ご飯やお菓子は夜10時までがいいですね。体重を戻すのに半年かかりました。マイナスなことが手に入ってしまったという、まあ私もこっちばっかり思い浮かんだ。なるほど。ゲットしてやったーっていうのあんまりないかもと思って。あどうしたんですか。ネガティブ。そうね、うんうん、でも半年で戻ったんだったらまだいい方ですよ。確かに8キロ何キロかは書いてないけど、うん、体重増えちゃってさっき8キロってスタッフさんの話ダイエットの話だ。今違う。なるほど、うん、でもまずは根本のストレスをなくすことが大事ですよね。あなのでね、そうなんだよね、どんな環境でストレスを受けているのか分かりませんが、どうぞちょっと自分を大切にしていただけたらなと思います。なんかストレス発散法ありますか。私もこのタイプなんですよ。ストレス溜まったら食べちゃうタイプなんですけど。でも分かる、私も食べちゃうんですけど、うん、忘れます。寝て忘れる。考えないようにするのが一番いいかなって。そうだよね、なんか別のことしたりとかして無理やりでもね頭から取っ払わないとね。なんかあと私逆に暇になったらストレスとかが感じちゃう、いろいろ考えちゃうんで、なので結構予定を逆に詰めちゃったりとかすると、友達と遊ぶとか、うんうんうん、そういう風にすると結構紛れるというか、なんか自分のなんて言うんでしょう、自分なりのストレス解消法を見つけれるといいですよね、うん、そうですね。ぜひストレスのない生活を送れることを祈ってます。祈ってます、はい、ありがとうございます。てな感じでこのコーナーはリスナーの皆さんから何を逃げずにやったらどんな2つ以上のものが手に入るのか、または手に入ったのかをお待ちしています。以上、逃げたら1つ、進めば2つでした。